チャロ見ないでよ。そう、この間1位になったじゃないですか、 NHK。 あれ1ヶ月みんなに投票してもらったじゃないですか。何したらいいと思いますか。はい、トークタイム。例えばオフ会とか、あみんながこう感謝で、感謝でみんなで飲みに行くの。もうお酒一切飲めないですよ。なんか言いたいことあればね、募集。ボーリングとか。ボーリング。ああ、なるほどね。なんかめっちゃ優雅ですけど、いきますか。ガーターもあったらもう。なんかガーターある？ない？どっちか。どっちも選べる。え、それそういうことじゃなくて、なんかあの穴あるじゃないですか、両サイド。あれあったらもう終わりなんですよ。楽しかったら何でも OK。なあちゃん主催で何ですか？ナミリーのボーリング大会みたいな。それってどうやって貸し切るんですか？予約入れてやろ。ボーリング場で。それ何のおごりですか。死ぬ死ぬ死ぬ。それ3ゲームやったらなんかもう莫大な借金抱えて全国ツアーじゃないですか。その辺のカーリーさんって何なの。何やそれかわいそうに。でもえなんか他の人のお迎えとか行ったことある人います。ない。インディーズでお迎えしてる人います。あ、スポッチャに行ったことあるんですか。これないっす。でも例えばそれ募集したら何人ぐらい来るんですかね。だいぶ来るんですかね。じゃあそんな室内で足りるんですかね。なんか YouTuber のオフ会は結構大きい公園でやってたんですけど、公園に呼び出されてもって感じですよね。皆さん入らんかった人は外で投げるふりだけ。投げるふりだけする。でも公園でなんかするとしたらもうそれは YouTube 一緒に撮るしか。花火ね。みんなで酒飲みながら花火。みんなで酒飲みながら花火。いやなんかでもできたらね、8月中にやりたかったなっていう。それはちょっと難しいじゃん。バーベキューね。ああ面白いですね。本当になんかね、その皆さんがほんまにめっちゃやってくれたわけですよ。あのめんどくさい作業を。めんどくさ、奈良の歌も飽きてんのに聴いて、ワンコーラス全部聴いて、3分何十秒のやつ聴いて、投票、1300回もね、フルで聴いて投票して、うわ、びっくりした、めっちゃでかい。生まれつきこのサイズですか。いや、全然違うよ。それはないやろ。いや、大きなったって。やったら馬みたいな感じで生まれてきますもんね。あ、大人、親がもっとでかいって。大きな希望忘れない執念が血が詰まったで。奈々ちゃんのライブに行ってみてありがとう。えワンマン面白いと思う人行ったことある。じゃあ奈々のやで、はい、奈々のやで、はい、奈々のワンマンどんな感想どうでした。笑いが危ない。あそれ取ったらダメですよ。なんかこう、外飲んで歩いたよね。携帯がね、ちょっと新品なんで、ほぼ。生まれるから、ちなみに、ワンマンライブは、なのも自分で、おー、怖い！おい、かじっちゃう。明日で大丈夫ですよ。バイバイじゃないんで。ワンマンライブはならもいつもね、眠れないぐらい楽しいんですよ、夜。当日のフォアターと。で、次の日のあの、リプの数。あの、次の日のリプの数。もう、どれリツイートしたらいいのって。ああ、そうだ。全部。多分全部やったらもう、うざすぎて、嫌われてしまうっていうやつなんですけど。もう、ワンマンライブは、どんな時でも楽しいですね。路上ライブと、あ、漢字読まれへんけど、なんとかせて、交流会とかあればいいな。あ、読まれへんちゃったよ。なんとかせて。ひらがなで。前ね、あの、ナナがね、アホすぎて、全員カタカナでね、コメントしてくれてた。怖すぎる。逆に読みづらいわっていう。わらわら。ワンマン合わせて。合わせてって、こんな感じじゃないですか。平凡ヘルですね。ですね。わかるよ。平凡わかるけど、平が、平以外の読み方があるとは。あ、
ちょっと青全開なんでやめときます、喋るの。やばい、ちょっとそろそろ150人見てるし、やばいな。ななちゃんのワンマンライブに行ってみたいです、A、ミーリーさん。え、来てください、ぜひ、絶対に。絶対に。え、ならもっとしてますよ。もうね、高校生の時2回ぐらいやってて。そうなんです。僕知らなかった。そうなんです。もうね、ちょ、思い出といえば、高校生の時に、18歳ぐらいの時に、ななんかワンマンライブするって言ったら、ワンマンライブのチラシあるんですよ。それを友達がもう食堂のおでんとか書いてるところにペッて貼って、自販機、自動販売機のところの、もうジュースの書いてるところにも貼って、もうジュース見れへんくなって、しかもハンコとかを勝手に掲示してて、普通ハンコいるんですよ、学校の。ハンコせずに、もうあちこちに、ナナの教室も全部ナナのワンマンライブのチラシばっかり載ってて。っていうアホな学校に行ってました。友達がもうみんなね、最強で最強に応援してもらってて。そろそろ歌いますか、喋りますか。何どっちもいいですよ。どっちもいいですか。両方ちょっと同時にはできないですけど、ボイパみたいになってしまう。歌う。じゃあ歌います。歌いながら喋る。もうこんなにさ、ふざけてるからさ、真面目な歌を歌うの無理なんですけど。ふざけた歌って。